はい、というわけでね、今回はこちらです。こちらはね、トヨタのカローラアクシオでございます。これは、トミカクジにね、ありまして、前でもなんかちょっと違うやつのものを紹介したんですが、これは、タクシーじゃない、それはタクシーだったね。これは、教習所の車です。まあ、教習所なんかで行くと、まあ、お世話になるね、車。まあ、皆さん免許取る前にはね、まさか無免許で乗りますなんて人はいないでしょうけども、無免許乗ると捕まっちゃいますからね。まあ、無免許でもその自分の庭の敷地内とか、そういったところだったらいいけども、それを道路に出て走るとかってのは例外、それはいけませんから、くれぐれも免許を取るときは、まあ、当たり前なんですが、自動車免許っていうのを、まあ、取らないといけない。で、しかもこういう教習者っていうのはね、教習所の教官の人っていうのはね、いろんな免許を求めてくる人が多いから、それに対応してる。だから、あれすごいですよ、教官の人っていうのは。全部の免許を持ってますからね。大型免許、大型特殊普通免許、バイクの免許、小型特殊免許とか、もうすべての免許を持ってる人なんですよ。だそれじゃないと、まあ、ある意味採用しないですよね、教官としてね。だから教官だから全部の免許持ってる。ね。だから、もうプロ、もう全部の免許を持ってるから、プロの中のプロですよ。で、そういう人がもう教えてくれるというね。まあ、昔はね、教習所っていうのはね、お前何なんだ、この運転の仕方も知らんのかとかね、下駄が履いてね、すごい教官が、そういう威張り散らしたり教官がいましたけど、そんなこと言われたってね、知らないから、お金を払って教習所に来たんですけど、みたいな。したら昔に比べて教官もさ、ね、昔は景気が良かったから、威張り腐ってこうやったって、別になんだこの野郎と言われたってさ、そういうことがね、あったけど、今はね、こういう時代ですし、まあ、こういうお客様でもありますからね。まあ、ある意味学校って生徒はお客様だから、そういったものにね、そういった人たちにね、丁寧にね、まあ、中にはね、嫌なこと言う人もいますよ。うん。で、そういう人じゃなければね、丁寧に教えてくれるようになったし。で、そういう習う方も習う方でね。だから自分はいくら習う方だからっつったって威張り腐るんじゃなくて、その丁寧に教えてもらうというかね、まあそういったのが必要かなと思います。だからまあそういう教習所の車ってめったにトミカでもまあ出てこないんですよ。昔セドリックで教習車ってのがあったりとかしましたけど、まああとは昭和の時代なんかもあったね。だけど同じセドリックで。ただそれ以来、その2台以来じゃないかな。あんまり教習所の車が出てくるってのはめったにない。トミカとしてはない。だからトミカくじでこれ出されたんですね。で、トミカくじもほら、まあ、販売して売れたらもうそれで終わりって感じだから、なかなか知れ渡らないんですね。初回特別カラーとかそういうのと比べたら、ギフト専門のものとかで比べたらね。だから、そういう面でも非常に後々になって珍しくなってくる。より珍しさが増してくるので、まあ、こういったのを集めてる方なんかは、今ちょっとトミカくじっていうとね、完全にもう架空のなんかものになっちゃったからね。なんか武士のコレクションだとか、指名コレクションとか、幕末コレクションとかね。わけわかんないことになってきたんだけど、もうちょっとそれはなんかこう、夢のある会社なんだから、もうちょっとさ、こういう会社だったらありそうだな、みたいな。だからほら、幻の職人の車みたいなのがあったじゃん。なんかね、新聞配達のロータスとかさ、なんかね、ランボルギーニの教習所とかね。そういうなんか面白みだって、まあ現実的にはそんな仕事でこういう車使わねえだろうというツッコミがあるけども、まああれはまだギリギリ、仕事の車でそんな車使わねえだろうというツッコミがあるんだけども、ただもし使いますよってなったら、あ、こういう車使ってくださいみたいな。で、それが実車でほら、あるやつ、実車としてはあるやつだから、まだよかったのよね。ところが今のトミカくじってのは完全にもう架空だからね。うん、幕末のコレクションだ、締めのコレクションだとか言われてもね、もう、えっていうね。だから昔のトミカくじの方がまだよかったね。初期ラタイのトミカくじなんていうのはね、実際に働いてる車をモデルにしてさ、で、それで富隠しとして出しましたっていうのもあったからね。そういったのがなかなか良さげであったんですけど、今のやつはね、ちょっとこう残念なところがあってね、そこはこう悲しいかなっていうね、
ところではあるかなというふうに思いますけどね。というわけでどうもありがとうございました。